僕今ちょっとビジネスブレックファーストのために六本木ヒルズに来てるんですが、まあ昨日ね、被団協の皆さんがノーベル平和賞を贈られたことは本当に大事なことだと思うんです。やっぱりあの、忘れられてはいけないっていうか、権力者ってのはねずずしいですから、忘れられないんです。っていうか、まあ枠目でも忘れ、られることはないけど、被害者になった方は無名で忘れられちゃったりするわけだから。ていうか、まず大事な論点で、僕それをクオリエッセイで話したんですけど、第二論点としてね、もちろんあの科学的にゲーム理論的にはその、相互確証破壊、ミューチャルアシュアディストラクションってのがあるわけで、そのロジックの中で、まあ、過去の平和ってことも言ってるわけですけど、まあ、はっきり大したことでもないんですよね。俺本当思うんだけど、ジョン・ナッシュって悪いんだけど過大評価されてると思うんだよね。別に大した話じゃないと思うんだよ、ゲーム理論って。いや使いますよ、課題、これ前も議論した話だけど、ゲーム理論って別にそんなに大した話じゃないと僕は思うんです。それで記述できることはたくさんあるんだけど、だからどうしたって感じですよね。まあだから、その、核による均衡というのをね、ゲーム理論で解析できたとしても、それはそうだよね。だから、って感じで僕はする。それで話が終わりではないだろうと。じゃあ話が終わりじゃないというところのより複雑で深い世界一、それはまだあの我々知的には処理できてないわけじゃないですか。でそこにどう取り組むかということをやっぱり考える上で、エモーションって大事なんですよ。やっぱりふざけるなって感じあるわけでしょ。それは当然ふざけるなでしょうね。トルーマンが原爆投下を決定したわけですけど、まあふざけるなってことでしょ。あのそれでまあなんか何人もの兵士が助かったんだとか、あの戦争終結がなんとかだとかいう話は戦略論としてはもちろんわかる。でそれはゲーム理論で解析できる。でもゲーム理論自身がそんなに大した数学ではないと僕は思う。これは僕の個人的な見解です。なのでふざけるなというその先にあるものをどう引き受けるかというのが僕はとても大事だと思っていて、でそれはあの今回のね被団協の方々なんかが引き受けていらっしゃる感情というもので僕は記述されると僕は思ってます。なので一見ねあの無力に見えますよね。で未だにそういうことを嘲笑うように、皮肉のスタンスってマキャベリ的なロジックが、まあ、国際政治の中ではまかといてあってるわけじゃないですか。まあそれせいでやったらいいと思いますよ。僕はそれで必要だと思う。そういうところでのエクササイズももちろん必要だと思う。だけど別に大した話でもない。それそれでやればいい。僕もやります。そういう、マキャベリ的なっていうか、その、ゲーム理論的な解析はやりますが、まあ、大したことじゃねえだろ、おめえらっていうことは常に思ってないといけないと、僕は思うんで、あの、被団協の方々が訴えてることの方が、はるかに深いと僕は思う。だから戦略、単なる戦略論とか、ゲーム理論だけではダメ。ただそれもやるべきだ。だそれすら、理解しないのはまずい。でもそれを理解しないとできないこともある。だけど理解したからって別に大した話ではない、と僕は思います。そもそもね、なんかあのエクスプリシットに明示的に数字的に扱えることとかね、そういうことをね過大評価しすぎなんですよ。その一番大きな流れ今の人工知能かもしれないけどね、まあ、人工知能素晴らしいですよ。素晴らしいんですけど、その統計的な学習で扱えることと扱えないことがあって、扱えない領域の方が大きいんじゃないですか。だからふざけるなっていうことは常にあるわけなんじゃないんですか。だから AI セーフティーとか AI アライメントって話も結局そういうふうにエクスプリシットに数学的形式で扱えるものと扱えないことの間の関係だって見ることもできる。だからそういう意味においてあの核兵器の問題についてのそのゲーム理論的な分析と、被団協の方々が、になってらっしゃる分析の間の関係とちょっと似てるところかなと私は思います。以上、クオリアエッセイでございました。